皆様こんにちは、本日この日本台湾祭り北海道では第1回目の開催となります。ぜひ最後まで楽しんでいってください。私はですね、北海道そして台湾が大好きで、主に曲の方はこの北海道を舞台にした曲を書き下ろさせていただいております。先ほどご紹介いただきました私の代表曲、北海道のシンボルともいえますタンチョウをモチーフに書き下ろした曲、聴いてください。サルルン神、湿原の神。
ありがとうございました。代表曲、そして北海道のシンボル、タンチョウをモチーフに書き下ろさせていただいた曲です。それでは続いては中国語の曲、皆様もご存知の曲だと思います。聴いてください。イエライシャ、主にこの、あ、北海道じゃないですね、東京ですね、参りましたけれども、毎年この北海道では歌わせていただいております。先ほどの司会の池畑玲奈さん、釧路出身の方ですけれども、私は釧路市の観光大使をやらせていただいております。そんなこともございますけれども、続いての曲はその釧路を舞台にしたロマンチックなラブソングをお届けしたいと思います。この北海道、台湾からのお客様も非常に多いです。そして台湾、北海道から台湾に行かれる方は今現在なかなかこう少ない、そんな状況でありますけれども、この北海道と台湾の友好がもっともっと広く深くなっていくことを願っております。それでは最後の曲、昨年の8月30日にリリースさせていただきましたロマンチックなラブソング、聴いてください。アメージングミスティーワールドのサマイ。
まだまだ続きますので、ぜひお楽しみください。本日は誠にありがとうございました。